こんにちは。こんにちは。長野インターネット放送局と申します。今長野県辰野町、はい、古民家民宿大滝さんに、来ております。ここは大変古い家で、それをこうリノベーションして、民宿に作り変えたという、しかも県外から来られた方がやったということで、すごく面白い民宿だとお聞きしたのでやってきましたけど、すみません、じゃあ自己紹介お願いします。大滝俊久です。よろしくお願いします。あ、大滝さん、はい、お名前が大滝さんなんですね。あ、そうです、はい、あ、そういうことだったんですね。はい、ご主人様、大滝さん、はい、下の名前は俊久。俊久さん、はい。そしてこちらは妻の恵子です。恵子さん、はい。ご夫婦揃って、はい、まあ、東京からこちらの方へ越してこられたというふうにお聞きしたんですけども、はい、その辺の何かきっかけはあったんでしょうか。まあ、40年ブティックを経営してたんですけども。40年も、はい。じゃあこう衣類、そうですね、はい、婦人服を、はい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 、はい、そしてで、まあ、だんだんと60近くになってきて、はい、この商売をいくつまでできるかなっていうふうに考えた時に、うん、まあ、ギリギリ70とかまでやってると、うん、それでやめた後はもうすることがなくなっちゃうというか、はいはいはい、その後の不安の方が結構多かったので、じゃあ動けるうちに行動しちゃおうということで、はい、まあ、愛知県から長野ずっと古民家を中心に探してたんですけどね、はい、たまたまのインターネットでここの家を見つけて、で、まあ、それを見に来て、家が気に入ったっていうのと、はい、あと割とアクセスが街にちょっと出ればすぐ買い物には便利だし、うん、東京からも2時間半3時間で来られちゃうんで、はい、意外とこうアクセス便利でいいかなと思ったんですけどね。うん、なぜその古民家をこう狙ったんでしょうか。もともと古民家が好きだったんですよね。ああ、でやっぱり私たち2人で結構登山をするもんですから、はい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 、そういうとこなんか行くと結構古いお家があったりして、はい、こういうお家に住みたいねっていうのが漠然とあったんですよね。あ、共通な趣味で、そうですね、登山があって、そうですね、そうです。まあ、結構そのなんていうんですか、大変な山も登られたんですか。そうですね、まあ、一応北アルプスで3000メートル級とか、中央アルプス、うん、南アルプスは行ってますね。ああ、そうですか。八ヶ岳とかもある程度高い山は標高100メートル、はい、標高100っていうのがあって、はいはい、その中で結構80ぐらいは行ってるよね。うん、うん、で一番日本の高度の標高、はい、標高の高い順ね、はいはいはい、その富士山からです。首都圏は行ってるよね。すごい、80もですか。80近く確か行ってると思います。うん、うん、全部チェックしてるので、はいはいはい、はい、素晴らしい。まあ、そういった中で、まあ、その田舎っていうそのところへはよく行かれて、うん、そうですね、登山口っていうのは大体もう田舎の方、山の中入ってくんで、うん、はいはい、あ、こういうとこいいね、あ、こういうとこいいねとか、はいはい、あ、こういう家にちょっと住んでみたいねとかっていうのはありましたね。あ、そういう帰りに目立ったところも、そうですね、結構なんか訪ねて歩いたりとかされたんですか。うん、まあ、帰りは温泉寄ったりとか、ちょっとプラプラとどっか寄ったりして帰る時もあって、ね、散策して歩いてたってことなんですかね。そうですね。あ、まあ、もともと都会が好きじゃないので、はいはいはい、でもその、まあ、ブティックっていうことであるから、まあ、時代時代というかファッションのこう最先端を行かれたと思うんですけども、ね、だから逆に反動なのかもしれなくて、なんかこう落ち着いた、なんかこうゆっくりしたとこに行きたいねみたいなのがあって、まあ、一番今地方でもね、その、まあ、仕事がないから若い人たちがいなくなる時代に、うん、あ、そうですね、うん、その辺はどうか、そのとこなかったんですか。逆に混雑してるところよりも、はい、こう奥まって静かなところで過ごしたいなっていうのがありましたね。奥まってね、あ、じゃあその古民家を選ぶ条件もなんかそういったところだったわけですね。はい、ここの物件はどういうきっかけで見つけられたんですか。もう1年半ぐらい愛知とか長野とかをずっと古民家を中心に探してて、うん、でたまたまインターネットでここの物件見つけて、はいはいはい、で下見に来たんですよね。はいはい、でその時にまあ割とそれまではかやぶきばっかりを探してたんですけど、うん、ここはかやぶきじゃないんですけど、
立ち方、家の形とかがちょっと面白いんで、はいはい、こういうのもありかなと思って一緒に後で見に来て、築、まあ、100年以上は経ってますよね。そうですね。で、まあ、民宿っていうものをこう始められたと思うんですけども、うん、それにはやっぱり大きな壁がいろいろあったと思うんですけど、うん、その辺はどうやって乗り越えられたんでしょうか。そうですね、うん、最初はもう初めての経験なのでいろいろ聞きながらなんですけども、保健所に行って保健所のいろんなこともちゃんと聞いて、それでやっていくことだったんで、やっぱ経験がないっていうことは、うん、どういうふうにしていいかっても全然分からなかったんですね。でもいろんな、まあ、あの役場に行ったりとかしていろいろ教わって、それで、まあ、ある程度こう目処が立つようになったというか、だからオープンするまでは結構かかったよね。うん、そうね。1年ぐらいかかったのかな。1年ぐらい。じゃあ手つかずでその、物件を、うん、まあ、そのままの状態でいろいろ書類的なことを。そうですね。さっきも言った消防のこととか、やっぱりそれも一から最初からすることになったりとか、はい、もうある程度自分たちでも準備ができてたんだけど、それじゃ通らないっていうことだったので、でまたあの図面を書いてもらったりとか、いろんなことがもうまた何かやり直したということなので、まあ、時間もかかりましたよね、うん、見つけられて、物件を見つけられて、そしてそのオープンにこう見つけるまで何年ぐらいかかったんですか。見つけてから、見つけてからだと1年半ぐらいなんじゃない。1年半経つ、うん、閉店セールの前とか、その前の年、その前の10月ぐらいに、ね、最初見に来たじゃない、うん、でずるっと来て、で俺一人でここを改装しに来て、半年ぐらいじゃん、うん、でとかその開業するまでが、あ、開業するまで、ね、うん、見つけたまで、うん、見つけるまでが半年だよね、うん、まあ、あの地域のそのコミュニケーションっていうんですか、はい、あの、田舎と比べて東京の方がもっと、うん、どうなんですかね。東京の場合はうちはあの朝早くにもう仕事に出て、はい、で仕事終わって帰ってくるともう暗くなってるんで、はいはいはい、ご近所との付き合いってほとんどなかったんですよ。あ、なるほど、うん、で逆に田舎に来て、まあ、24時間ずっといるんで、うん、ご近所はみんなねよくしてくれるんで、はい、うん、非常にうまくいってて助かりますけどね、うん、それ今ですよね、うん、はい、だから職場とその住みかっていうか、はい、住居が違ってたってことですけどね、はい、そうです、まあ、そういう場合本当に今おっしゃったようなことがありえますよね、うん、でもその点長野っていうか、まあ、コミュニケーションがこう、まあ、豊富というかいろんな役が来たりなんかすると思うんだけど、うん、そういうのってこう今の若い人にとってみるとすごくこう面倒くさいっていうような意見があると思うんですけど、うん、その辺はどうなんですかね、うん、人との交流を避けたいっていう人は田舎は逆に重荷になるかもしれない、うん、でも交流をこう自分たちでそこの地域に溶け込んで、はい、一緒に交流をしようっていう気持ちがあると、うん、まあ、うまくいく、割と、うん、うまく受け入れてくれると思うんですけどね、うん、なるほど。やっぱり自分から行かないと、うん、あのダメですよね、うん、難しいですよね、うん、まあでもその都会である程度そのブティックを経営されてたってことなんで、うん、その人とのコミュニケーションのこう極意というか、うん、なんかそういうところをこう学んでいたから、うん、そのこっちへ来てもその人とのコミュニケーションがうまくこう回ってるんじゃないかなって思うんですけど、うんうん、それもありますよね。ね、そうですね。それ極意っていうか性格かもしれないけど。あ、そうですか。なるほど。やっぱそういう性格だと、あ、っていうより、まあ、だからこそ、まあ、そういう人とのこう接する仕事を やられたっていうこともありますよね。そうですね、うん、まあ、それだけあの40年もやってこれたっていうのはやっぱり人が好きだったりそういう仕事も好きだったっていうのもあったんですよね、うん、まあ、私もまあ同じような年代なんですけども、いやいや、若いですよ。そうですか。それカットとか言って、だからそうすると、まあ、子供が育ってそれでまあ東京を出て行ったりなんかして、うん、まあ、ある程度、まあ、そちらの生活に馴染んでる、うんうん、でも今まで住んでた田舎の家は本当にあの空っぽになっちゃうっていうかね。そうですね。消費で家が多いですよね。多いですよね、うん、実際この周辺にもね
ありますよね、はい、そういうのを見てどう思いますかね。あのね、人が暮らしていくのにね、はい、あの子供の時は田舎の方がいいと思うんですよ、はいはいはい、空気も環境もねやっぱりすごくいいんで、はい、で、まあ育ってきて若者っていうのはやっぱり自分で冒険心とかね、うん、なんかいろいろこう湧いてくるんで、それで都会に出ていくっていうのはもうしょうがないと思うんですけど、あ、やっぱしょうがないですよね、うん、やっぱりあの田舎にそのまま暮らせること、うん、やっぱりなんかこうも刺激を求めて都会に出たいっていう人はやっぱりいると思うんですけど、ただあのある程度もう年齢来たら、やっぱり田舎でその自分で野菜を作りながら、その野菜のね育っていく過程を楽しみながら、そういうふうにこう暮らしていくにはやっぱり田舎がいいなっていう気はしますね。ああそうですか、うん、子供の教育については田舎の方がいい、うん、いいって考えるっていうんであれば、まあ、今後その日本っていうかその生活っていうんですかね、その周期っていうのかな、うん、そういうのがこうどういうふうにこう変わっていくのかなっていうか、ちょっと難しい話かもしれないけど、うん、そうね、教育自体を考えるともう都会の方がもういろんな学校とかやっぱり ねさっきの情報がいっぱいもうあるんで、はい、都会の方がもう進んじゃってると思うんですけど、はい、ただ幼少期との育つ時っていうのはやっぱり田舎の方がその環境重視でいいかなっていう気がするんですけどね。なんか最近ほら二拠点っていうか、まあはい、そういうのもあります、うん、言葉がありますよね、うん、それはどう思いますか。この近所でもやっぱりあの二拠点で都会に暮らしながらこっちの方にも家とかを持って二拠点で暮らしてる人いますけど、ね、いますかも、ええ、何人もいますね。じゃあ子供はこっちで、そうですね、お父さんは仕事行って週末には帰ってくるとか、時々時間作って帰ってくるとかしながら、うん、で子供はおじいちゃんおばあちゃんが見るとか普段はそうですね、そういうのがやっぱり理想になってくるといいかな、うん、まあ来やすい環境にはあるかもしれないですね。今あの空き家もたくさんあるから探そうと思えばどっかあるだろうし、うん、まあ、あの今後の夢として、この古民家を、うん、古民家というか要するに民宿ですね、うん、古民家民宿どのようにこう築き上げていこうっていうなんか夢がありますでしょうか。そうですね、まず自分たちが元気で、はい、あの生活できて、それでやっぱり今まで来てくださった方がまた行きたくなるとかそういう気持ちでね来ていただきたいっていうのもありますし、まあなかなか大変でしょうけども、うんうん、やっぱ田舎はいいですよっていうのをみんなに、うん、お客さんには言って、みんな来た方が感激して、うん、こういうとこに住みたいとかね、うん、それでたまたま、まあ、去年なんですけども、うん、小学生の女の子が来て、まあ、その方がちょっと、うん、あの学校であのいじめにあって、うん、でいろいろそのあの親御さんもいい環境を探してたんですね、うん、それでたまたま立つのに来てうちに泊まられたんですけども、その時その女の子がここに来て一番最初私ここに住みたいって言ったんですよ、うん、すごい、あの住むのはあれだけどいいよ来てもって言ったら、うん、私ここに大きくなったら住みたいって言った、その言葉がね未だに忘れられないんですけど、うんうん、だからやっぱりなんか自然で綺麗事ばっかりじゃないですけども、でもやっぱりみんながゆったりできる気持ちっていうのは都会ではないので、うん、と私は思ってるんですけどね。古民家民宿大滝です。一回一度でも何度でもいいですのでお泊まりに来てください。電話番号言います。どうぞどうぞ。電話は0266-55-5735 です。ぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、はい、緊張する。